皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。トラウデン・直美25、ラオを排出した10代のミスコンテスト、2025ミスティーン・ジャパンの決勝大会が13日、都内で行われ、岐阜県出身の中学2年生、増田有沙ささん、14、がグランプリに輝いた。応募総数3396人の頂点に立った。 自分の名前が呼ばれるとキョトン顔を浮かべた。すでに D アップ賞を獲得しており、すっかり安心しきっていた様子で、思わぬ受賞となった。抱えきれないほどの花束や副賞を手にし、ちょっとびっくりしています。とにかく嬉しいとはにかんだ。将来の夢はアナウンサーになること。中でも憧れているのは日本テレビの三浦あさみアナ、37、だといい。 バラエティ番組でも活躍し、情報も的確に発信できる。そんな姿に憧れていますと語った。この日のためにスキンケアを頑張って大会に臨んだ。友人からは池田エライザ、28、に似ていると言われることがあるといい、自分の顔の濃いところが好き。歯並びの良いところが好きとはにかんだ。特技審査ではキーボードを披露。夜遊びのアイドルを演奏した。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。